った感じのゴミだらけなんで、もうね、海もちょっと湖みたいになってるんであれなんですけどね、今日は城ヶ島が混んでますね。平日とは思えないぐらい人がいっぱいいます。ゴミだらけなんですけど、雰囲気はちょっと良くなってきたような気もする。潮が動き出したんですよね。海の雰囲気はさっきと全然違いますね。いい感じになってきた。気がついたら5時回ってました。これはちょっと電球機まで取り出して夜釣り確定ですね。夜釣りまではやる予定なかったんですけどね、もうあまりの貧乏にもうやらざるを得ないですね。まあ、だけど午後になって雰囲気は良くなってきてるので、なんとかいいサイズを持って帰りたい。さっきのメジナ28センチしかなかったんですけど、まずクーラーボックスに入れましたよ。もう塩焼きにでもして食べたいと思います。来たよ。切れないで。何入った。40はないかな。40はないけど、いいやつ来ましたよ。あ、40はない。38。これですね。対抗もしっかりあって。ね、38ですね。38センチなんですよ、これ。いやー、よかったです。これは美味しくいただきたいと思います。
まあもう一匹ね、今日はちょっと自信なかったんで30センチにも満たないこんなちっちゃい子を持って帰ることになりましたけども、これですね、まあこれもお腹はパンパンなのでね、きっと美味しいと思います。